植物油は動物性の油と比べてヘルシーと思っていませんか？植物性の油は、体に良さそうというそのイメージだけで選ぶのは危険なんです。そこでこの動画ご覧いただきますと、体に良い油のポイントが分かって、綺麗に痩せるための方法が分かるんですよ。では早速本題に入ってまいりましょう。ポイントです。トランス脂肪酸が多く含まれているかいないかなんです。で、この理由をお伝えします。まずこのトランス脂肪酸が植物油にやはり多く含まれているんですよね。で、このトランス脂肪酸を多く摂ってしまうと、あなたのその細胞がどんどん硬くなってしまって、隅々までその栄養が届かなくなっていってしまうんですね。食べても食べてもその届かないわけです。これは大変危険ですよね。プラスそういったことが結果、動脈硬化のリスクにつながったりして、大きな病気へと進んでしまう原因になっていくわけです。ではそこで、じゃあどのようなものにこのトランス脂肪酸が多く含まれているのかということを事例としてお伝えしていきますね。まずはマーガリンです。また、ショートニングであったりファットスプレッド、こういったものに、多くトランス脂肪酸含まれています。またサラダ油であったりキャノーラ油とかですね、こうヘルシーそうに聞こえる油も多いです。たくさん入ってるんですよね。で、こういったものが、どんなものに混ざって多く入っているかといいますと、代表的なのはパンだったりケーキだったりクッキーだったり、こういった小麦製品をその作っているその裏の原材料を見てみてください。もうほとんどこの3つ入ってるんですよね。それだけこう気づかない間にその加工された食品、出来上がった食品からこう取ってしまっている可能性が私たちはやはり多い。で、また残念ながら日本には海外と違って、このトランス脂肪酸のその成分表示が義務付けられていないんですね。なので結構お子様たちが食べてるクッキーとか、要はお菓子系ですよね、かなりの量入っておりますから、もうぜひぜひ、ご自分のこともそうですし、ご家族のこともこう守って差し上げていただきたいなと、もう本当に心から思っています。なのでこのように、トランス脂肪酸が目に見えないところであなたの体にこうどんどん入っているんだなということをしっかりと、ここで知っていただいて、今後その取り方ぜひぜひ工夫してみてくださいね。ではこの動画のまとめです。植物油と呼ばれるものにはトランス脂肪酸がたくさん入っています。代表的なのは先ほどお伝えした3つですが、これをこう混ざっているその食品自体を摂ることも危険ですので、あなたはこれからこの植物油を選ぶときにトランス脂肪酸が入っているものじゃないかなっていうのをこうチェックしながら上手に工夫して食べていきましょうということでした。さあ、このチャンネルはですね、このようにさまざまな腸活や健康法をお伝えすることで、女性の方々がきれいに健康的に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただいて、どんどんご参加ください。私の励みになっておりますし、とても嬉しいです。それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。